中世ヨーロッパの車先、車先の刑は、死刑の執行方法の一種である。中国においては車、列、車先、五馬分かばねなどと呼ばれる引き先刑の一種であった。日本語の、車先はこの漢語表記に由来している。東洋の車先の刑は、八つ先の刑中国を参照。中世ヨーロッパでは、非処刑者の死士の骨を砕いて袋を示せ、処刑する方法があった。 車輪に固定して、死死を粉砕するもの、車輪を用いて粉砕するもの、粉砕後に車輪にくくりつけるものなど、地域や時代によって過程に異なるところがあるが、粉砕された被処刑者の肉体が車輪にくくりつけられて袋を示されるのは共通である。車輪を用いるのは、古代に太陽神に供物を捧げる神聖なイメージがあったためとされる。日本においては、 中世ヨーロッパのこの刑を車先の刑と訳することが定着している。引き先刑と区別するために車輪刑とも呼ばれることもある。本校では中世ヨーロッパの車先刑を象述する。1762年、トゥールーズで行われた車先の刑フランスの車先の刑は親殺しなどに対して行われていた。手順は、まず死刑囚の腕、足、腰を 鉄の棒で打ち砕く。次に処刑台上に据え付けた車輪の上に、仰向けの状態で固定し、放置、死刑囚死亡後、車輪から下ろし死体を、火炙りの刑と同様に焼く。最後に、死後の埋葬を禁ずるため残った灰を撒き散らすことで、刑は完了する。フランス革命以前の1788年8月3日、ベルサイユの広場で、 ジャンルイ・ル・シャールが車先の刑を執行される際に民衆が処刑台を破壊彼を救い出すという事件が起きた。後にジャンルイ・ル・シャールはルイ16世により恩赦となり放免された。この事件は民意が国家の残酷な刑罰を否定した事例としてフランス革命に関する一件として引き合いに出されることも多い。これが フランスで残酷な刑罰と拷問の廃止の原因となったと言われている。実際、この事件以降八崎の刑や車先の刑の判決は全く出されておらず、また、同年中に、ルイ16世は拷問廃止の直令を発している。しかし、フランス革命の進行中に車先の刑は復活を見た。当時フランス領であった廃地において奴隷廃止を掲げて、 反乱を起こした晩餐をジェに対して1791年2月6日に執行されたのである。ドイツでは18世紀まで行われたが、処刑のみが目的であって、一定期間さらされた後は、受刑者が存命なら解放された。生還した者も,も多いという。手足を砕く際にも車輪が使われた。ありがとうございます。